NBJ を普段、ご覧いただいている皆さん、今日は私代表の梓でございます。今日は日本体育大学教授、憲法学の研究者でいらっしゃる、清水正彦さんをお招きして、お話を、憲法改正問題について、お話を伺います。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、私清水さんがまだ大学院生の頃から、湾岸第一次湾岸戦争の政府の、200万ドル拠出が憲法違反であるという訴訟の、まあ、支援者として、清水さんが頑張って原告かな原告です、ね、ああ、原告、頑張って、おられた頃からの知り合いですから、もう付き合い20年を超えていると思うんですが、常々私が注目しているのは、まあ、研究者というのは元来こうでなければならないと思うんですけれども、まあ、国会の前に立つ憲法研究者というふうに言っていいと思うんですが、ご自身の憲法について研究されたり、それから憲法について発言をされたりする、あるいは学生を教えたりする時の基本的な姿勢というのは何か一貫しているものを感じてるんですけども、その清水さんにおいて一貫しているそういう姿勢というのは何なんでしょうか。まあ、そうですね、憲法は法律の中で一番政治的な科目であって、政治と密接に関わってきますから、政治問題は避けられないわけですよね。で、あとはやはり理論と実践の統一が必要だと思いますので、で、大学にこもってお勉強してるだけじゃなく、やはり外に向かってその研究成果を生かしていかなければいけないので、まあ、それで外のいろんな平和運動、憲法運動にも関わってるってことですね。で、最近伺ったんですけども、そういうこともあり、民家、法律部会の準局長になられたということですか。11月、12月の学術総会で、民家法律部会の準局長になりまして、まあ、ただ民家の方は学会ですけれども、外の活動としては戦争させない専任会の準局長代行と、あと救助の会の世話人というものを務めています。なるほど。ではそういう基本姿勢と立場にある清水さん、まあ、ここではお互いに、先生を辞めて参加したいと思うんですけども西郷さん、桂さんと同じでいきたいと思うんですが、まずこの最近ですね、清水さんが出された、球場会見48の論点、出版社は公文献という本なんですが、この本を見て、私は非常に何ていうか、スパッと問いに対してですね、まず一行で答えるという点が好ましい本だなと思ったんですけど、やっぱりこの本を作るにあたって、何かこう一貫して、さっきの研究姿勢じゃないですけど、何かこの本を私はこう書くぞと。いうふうに思われたお気持ちがあるんじゃないかと思うんですが、どうですか。で、今回は初めての私自身試みで Q&A 方式にしまして、で、普通の文章方式だとなかなか今ただでさえ本が売れない、で、手に取ってくれる人も少ないので、まあ、なるべく一般の人にも分かりやすく関心持って読んでいただくように、Q&A 方式を取りまして、で、それでまずは、多くの人がこういうことを疑問に思うんじゃないかなという問いを立てて、で、最初に簡単にアンサー、答えを述べた上で、本文の中でさらに詳しくこう展開すると同時に、まあ、文章の理解を助けるためにイラストとか写真を多用して、作った本で、通常の本を作るよりはかなりちょっと苦労して時間かけて作った本ですね。で、ただし、まあ、一般向けの体裁は取ってますけども、理論面でも、まあ、政治的な内容でも割とこう突っ込んでは書いてるんですけども、まあ、そういう中で、いくつか他の本にはあまり書かれてない、あるいは
新聞でも取り上げられていないところがあって、ちょっと何て言いますか、私自身が新しい勉強をさせられたこともあり、そういうことにも触れていきたいと思うんですが、そのうちの一つとしてですね、国家安全保障会議法について、この本の中で触れておられますね。で、その、本の中で私は注目したのは、この国家安全保障会議法というのはもともと最近亡くなった中曽根さんの内閣の頃に、作られた法律なんだけれども、それが第2次安倍内閣になって非常に大切な意味を持って改正されたということが書かれているんですね、この本の中で。どういう点がこの第2次安倍内閣の中で作られた時代に作られた点としては大事な点なんでしょうか。で、まあ、そもそも国家安全保障会議についてね、まだあんまり世間ではよく知られてないと思うんですけども、でこれもともとは1970年代に日本が2度のオイルショックを経験する中で、で大平政権以降に、でこれからの安全保障は軍事だけじゃなくエネルギー、食料、政治、経済、いろんな観点から考えようという総合安全保障論というものが出てきて、でそれを鈴木善幸首相や中曽根首相が引き継いで研究してたんですよね。でその中で中曽根政権の時に、その総合安全保障論の一つとして緊急事態にいかに国家が対応するのかと、でその際にアメリカの国家安全保障会議をモデルに日本でも国家安全保障会議を作ろうという提案を出すんですね。でただ当時は国家安全保障会議という名称にまずこう批判があったの で結局中曽根政権の時、作ったのが国家を取った安全保障会議という組織 でこれが9人首相含めて9人の大臣で緊急事態に対応するという組織を作って、それ以降この安全保障会議があったんですけども、で2013年安倍政権の時にこれのバージョンアップをしようと、でそこで出てきたのが国家安全保障会議設置法案 でこの国家安全保障会議ではこれまで9人の会議で緊急時に対応するというものをさらにたった4人で対応できるという体制にしたんですよね。でいわばその内閣の中にちっちゃな内閣を作るような、まあ、少人数で、事態に対応できるという組織を作ってしまって、でこれがやはり非常に危険なのは、2013年に秘密保護法を作ってますの でさらに2015年に戦争法を作りましたけども、でこの先やはり、この3つが重なると怖いのは、日本が海外で集団的自衛権行使をするときに、まあ、実際には国家安全保障会議で、集団的自衛権行使の決定を決めると思うんですよね。でその際の情報を国家安全保障会議に集めてくると思うんですけども、その情報を秘密保護法によって、国会にも国民にも出さないで、で国家安全保障会議で事実上の認定をした上で、内閣が追認して自衛隊を海外に出す可能性があると思うんですよね。でそうすると昔からよく戦争は秘密から始まると言われてますけれども、満州事変にしろベトナム戦争もそうですけども、この3つが重なることによって国民がよくわからない状態で日本が海外で戦争をしかねないという意味で、これ非常に危険な組織だというふうに思ってます。3つというのは特定秘密保護法、戦争法、国家安全保障会議設置法、これですね。この3つですね。でその、この本の中で、この国家安全保障会議という構想は、内閣の中に小さな内閣を作るようなものだと、でこの、今言われた法律の条文を見ますとですね、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官、この4人で
国家安全保障会議の一番の中核を作ると、ええ、そういうことになってるわけですね、ええ、そこで今言ったような重大な、集団的自衛権、つまり、ええ、アメリカが攻撃を仕掛けられたら日本の自衛隊を出すんだと、ええ、その決定をここでやる可能性があると、ええ、こういうことですか。そうですね。で結局1950年自衛隊が誕生した時 の、うん、自衛権行使の3要件の第1要件は日本がこう外部から攻撃を受けた場合に自衛権行使できると。でその外部から攻撃を受けるっていうのは非常に明確な客観的な要件なんですけども、この2014年の安倍政権が閣議決定で変えてしまった武力行使の3要件の第1要件は、我が国と密接な関係にある他国に対する攻撃があった場合でも、そして、存立危機事態に、集団的自衛権行使できるとしたわけですけども、結局そのどういう国が我が国と密接な関係にある他国なのか、どういう事態が存立危機事態なのか、でこれは主観的な要素が入ってるし、誰かが判断しなきゃいけないわけですけども、その判断を実際にはこの国家安全保障会議の4人でやってしまう可能性があるので、まあ、そういう意味で非常に危険な組織だというふうに思いますね。でそのことで私は思ったんですが、今度の2018年3月の自民党大会で、自民改憲案のまとめ素案というのは、つまり大会の自民党大会の決議にはならなかったんですけれども、とりあえず文章としてまとめたという中に大きく緊急事態条項の可見と、それから9条1項2項の可見、つまり自衛隊名義ですね、この2つの大きな柱があると思うんですが、そのここに第一の方の緊急事態条項についてこういう文条文があるんですね、会見素案の中に。大地震その他の異常かつ大規模な災害により国会による法律の制定を待つ暇間がないと認める特別の事情があるときは、内閣は法律で定めるところにより国民の生命、身体及び財産を保護するため政令を制定することができると。内閣は全項の政令を制定しているときは法律で定めるところにより速やかに国会の承認を求めなければならない、つまり自己承認になっているわけですが、この後で、今国家安全保障会議法と緊急事態条項についてのこう結びつきを後で議論しますけれども、まずこの、素案のまとめに入っている緊急事態条項が、2012年の自民会見よりも、なんていうか穏やかというかになっているのでいいんじゃないか的なねことを言う人がいるんですけれども、これはどうなんだろうというところがあるわけですね。でこの救助会見48の論点でも書かれているんですけど、この災害という言葉でね、災害という言葉で言葉の語感からふと自然災害に限ってしまう、 こう理解の仕方が出てくるんですけど、その点どうなんですか。でこれはまず2012年の自民党改憲案では、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、そして地震等による大規模な自然災害と言ってたので、そういう外部からの武力攻撃なんかが今回これ入ってないんで ね、 だからマスコミなんかは12年改憲案と比べてこちらは自然災害に限定したんだっていう解説の仕方をするんですけれども、でこれは私は違うと思ってまして、まあ、この要はこの災害ですよね。で、まあ、その他の災害といった場合に、有事法制の中の国民保護法の規定に武力攻撃災害という概念があるの で、 で日本が外部から攻撃を受けた場合を武力攻撃災害と捉えてますから、でそうするとその武力攻撃災害もここに当然入ってきますので、
ということはこの条文は自然災害に限定した緊急事態条項ではなくて有事にも対応できる、規定ですから、だからマスコミなどが、12年と比べて自然災害に限定されたという見方は全く間違っていると思います、はい、同じく災害という言葉は、原子力災害、恐慌、でも、原子力災害、うん、という言葉が使われていますよね、だから原発の過酷事故、うん、福島原発で起こったようなことが起こった時もここには当てはまっている、そういうことで、そうなんですね、災害とつけばこれにもう入ってきますよね、そうですね、だからその非常にちょっと危惧するんですけれども、この緊急事態条項が自民会見案に入っているということについてね、救助問題の方には焦点が当たるけど、この緊急事態条項について新聞やテレビできちんとこの災害がね、自然災害に限られないんだと、だから2012年の改憲草案と意味するところは同じなんだと、いうことが言われてないですね、まあ、ちょっと弱いですね、うん、誰も全く言ってないとは思わないけど、ちょっと全体的にはやっぱり弱いと思いますね、見方が。そうですね、でどうなるかというと、そういうね、つまり、武力攻撃あるいは武力攻撃の恐れ、それから原子力災害といったようなことがあった時にはですね、内閣総理大臣が宣言すれば、政令で政令の制定権をその内閣に与えてしまうわけですよね。今現在の憲法では政令の制定権というのはどういうふうに制限されているんでしょうか。憲法73条で政令制定権ってありますけども、はいはい、で当然政令の場合は法律と違って内閣だけで決めますから、だから、まあ、憲法とか法律で、受験されるときはできますけども、はい、あるいは政令で人権を制限するってことも当然許されない、うん、わけですけども、まあ、この書き方だと国民の生命、身体及び財産を保護するためという名目で国民の権利自由も制限する可能性がありそうで、ちょっとこれ怖いと思いますよね。そうですね、ですから例えば、共謀罪の適用放棄とかね、それから自衛隊員の自衛隊員が命令にね、うん、反抗したときに今7年の、最高刑となってますけれども、そういうようなものについてもね、例えば外国に行って実際に戦地で交えるとすればですね、相当重い刑罰を自衛隊に課さないと実際にこのなんていうか脅かしが効かないととなって、そういうところまで政令でね、やってしまうという危険が出てきますよね。まあね、文言はちょっとこれ抽象的で曖昧だから、いくらでも拡大解釈できると思いますし、だからイメージとしてはやはりナチスのやったことがこの規定でもかなりこう近いことが起きるんじゃないかっていう危惧はありますよね。清水さんはこの本でもね、非常にこうなんていうか、あまりね、拡大して人を脅かせないようにということを言いますけれども、清水さんのそういう慎重なきちっとした、ね、精緻な考え方からしても、やっぱりナチスで起こったような全権移民法とか、そういうその人権を制限するね、法律に、法律をですよ、法律と同じ効力を持ったものを政令でやってしまう危険というのは感じていらっしゃいます、でそれはやはり12年の自民党改憲案の中で緊急事態条項が出てきて、で2005年の時にはこれなかったわけですけれども、まあ、12年の時に出てきて、で12年改憲案は割とそのもう少しこう具体的にって言いますかね、まあ、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるというところまで言い切ってますし、でまあ、あとは内閣総理大臣が財政上必要な支出をする、処分を行う、自治体の長に必要な指示をするんだと、
いうところまで踏み切って以前自民党が提案してますから、だから自民党の本音は12年の方にあるので、うん、で表現はちょっとこれをぼかしてますけれども、まあ、実際に自民党がやりたいことは12年の方ですから、まあ、そういう意味ではこの書き方もね、いろいろ解釈できるので危険だと思いますね。なるほどね。そうするとこれをこの条文の、何て言いますか、危険な意味を理解するためには2012年に出た、自民関係の中にある緊急事態条項のこともよく知っておく必要があると。そうですね。今非常に分かりやすいのは法律と同じ効力を持つというふうに書かれてましたね。で元来であればさっき受験と言われたように国会で決めた法律によって政令というのはね、法律によってこの詳しいことについては政令で定めるとか、あるいは施行のね、年月日については政令で定めるとか、そういうふうに法律の中に書いてあるんですよね、政令制定からね。それなくして国会で議論することなくして内閣が勝手に、法律と同じように国民の権利義務を、ね、制限する、そういう権限を持った、ね、ものを持ってしまう、ということになるんですね。そうですね。しかもそれがくどいようですけど、災害というのを、ね、自然災害に限らず、例えば大きなテロが起こったとか、それから、武力攻撃の恐れがあるとか、いうような時にこれが発動しているということが、この憲法を変えることによって、この憲法のこの73条の2というのを付け加えることによって生じてくると、そういうことですね。はい、だからやはりまあ、政令政治という言い方をしますけども、それこそさっき言った中曽根政権の時に国家安全保障会議、まあ、実際には安全保障会議という名称で作って、であと中曽根政権がやったのは政令政治と審議会政治なんですよね、で従来法律事項であったものを政令でもできるように一部変えたりとか、あるいはその国会で議論しないで、自分のこうお気に入りの人間をメンバーに入れた審議会を作って、でそこに答申を出させて、それをまあ国会の代わりといいますか、国民の声のように偽って、いろんな法律、あるいはこう政策を実行してきたのが中曽根政権だったわけですけども、でその中曽根首相が当時言ってたのは、自分はサッチャー首相のような大統領的首相になりたいって言ってたんですよね。で日本だと憲法上大統領を置けません、いませんし、で仮に改憲できたとしても自民党は大統領選にする気はないんですよね。で大統領選にしたら大統領が国家元首になってしまうの で自民党は天皇を国家元首にしておきたいですから、だから日本では大統領制は取れない、議員内閣制でやらなきゃいけないわけですけども、でそうすると首相の権限が弱いの でそこで中曽根首相は当時、大統領制は置けないけども大統領的首相になりたいんだと言っていろんな政策を実行してきたわけですけども、でまさにそういう路線を安倍政権がやっぱり引き継いでると思いますし、で自民党の12年会計案なんか見ても、首相に権限を集めるっていう形になってますから、まあ、そういう意味ではやはりこう戦前のナチスとか日本でやってきた歴史をきちんともう一回見直して、ああいう社会にならないようにしなきゃいけないなというふうには思いますけど、でその先ほどの国家安全保障会議法との結びつきをね、ここでちょっと議論しておきたいんですけれども、そのすでに組織体制としてはですね、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官で4人の、まあ、大臣がですね、内閣と同様の権限を持つような組織法ができていると、これ実際に今動いているんですか？いや、動いてますね。会議やってるわけですか？だから自衛隊の中東派遣なんかの議論もそこに集めて検討してますよね、国家安全保障会議で。でそれはこれで言うと、条文で言うと、その、国家安全保障会議設置法の第2条にある、第2条の
11号、ね、11号ですね。11号があの 4人でやるんですね、で全体が、総務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官および国家公安委員会、これが安全保障会議の全体なんですけど、このこと防衛問題に限るとぐっと4人に絞ってしまうと、でそういうことが実際にその4人の会議もやられているんですか。ね、それもあのやられてますね、報道なんか見ると。あ、そうですか。だからこれ外交と防衛問題ですよね、でそこの基本方針等はこの4人だけで決めてしまう。なるほど。でやはりそういう情報が、まあ、本当にこう外に、ね、なかなか出てこないので、私たち国民含めてこう実態が分かりづらくなってしまいますけども、だ本来はやはりこう国会で議論、すべき問題なんかを結局ここに情報を集めてここで決めてしまうっていう形で、もう動いてるってことですよね。実際に動いてる、今度の、中東に自衛隊をね、派遣するか、地中海にね、派遣するかっていうのはするんじゃないかというような危惧が言われていますけれども、それもここで、この会議で得られるのではないか。今回出すのは防衛省設置法の調査研究で出すわけですけども、法律上は閣議決定なので、なるほど、だから内閣全体で議論して決めるっていう形を取ると思いますけども、ただやはり実質的な議論は国家安全保障会議でやってしまうんですよね。で内閣の方はもう追認するだけだと思うんですけども、そうするとね、これまた、国会内閣、国家安全保障会議のこの関係についてね、思い出すんですけれども、一番びっくりしたのは、国会を乗り越えちゃって憲法も乗り越えちゃったのは2014年の7月の、安倍内閣による閣議ね、日本は集団的自衛権を行使できる、こういう宣言をした、これ非常にまあなんていうかのけぞるほどびっくりしたんですけど、あのやり方というのはね、なぜああいうこうなって極めて乱暴なことをやるんでしょうかね。まあ、あれはやはり本来憲法を改正しないとできないわけですけども、あの国会の状況を見ても国民の世論の状況を見てもやはり憲法を改正するのは難しいんで、でそこで安倍首相は第一安倍政権の時に、まあ、まずは96条憲法改正規定のハードルを下げるという提案をしてみて、でそれがまあダメだった。3分の1じゃなくて2分の1ですね、発言がね。でその後第二次になった後にこの集団的自衛権問題が出てきて、でやはり本当は憲法改正でやらなければいけないのに、まあ、それはハードルが高いから、もういきなりその解釈改憲ですよね、閣議決定で決めてしまって、でその後に今度立法改憲、戦争法で、追認をし、でそしてまあそういう体制ができて、まあ、次には改憲という形で進んでて、まあ、全くこう本来のやり方としては逆のやり方をやってるってことですよね。だからつまり何ていうか、そこでああダメだというふうに国民に思わせちゃうってことなのかな、狙ってるの。まあそれはこの間のね、桜を見る会も盛りかけ問題もそうですけども、徹底的に情報を出さない、説明しない、で形だけ誤って実態解明しないっていう形で、まあ、強引にやれば 国民は諦めるんだろうっていう意識はやっぱり強いんじゃないのかなって感じはしますよね。なるほどね。何言って もう無駄だっていう意識をこう、ね、持たせるというか。そうですね。でそれはどうやって乗り越えていくかっていう、いわゆる、希望を持つものについて後でやりたいと思うんですが、さっき言った緊急事態条項 をね、この動かしていく時の組織の中心になる内閣と安全保障会議のこの4人でやっちゃうね、それでも緊急事態条項を実施する、まあ、訓練というかな、その事前のこう体制というか、もうなんかできちゃってる感じしますね。まあそうですね、でだから秘密方法もやはり怖いのは、中曽根政権の時の国家秘密法案は防衛と外交に関する秘密情報だったわけですけども、秘密方法はその警察に関する情報も秘密にするわけですよね。
でその中でこの間あの北村茂のような人物がもともと公安警察にいた人間が、内閣情報調査室のトップに立って、で今やはり怖いのはそういう警察がこう力を持ってきたってことですよね。で警察と、まあ、防衛省、自衛隊、外務省、まあ、この3つが一体になって、まあ、国内治安と安全保障政策を決めてるっていうのがちょっと恐ろしいなと思いますけども。で、まあ、そういう体制ができているということについて、新聞などもきちんと、まあ、注意して読みながらね、我々注目をしていきたいと思うんですが、今度のその2018年の3月に出た、自民党改憲素案の中に、出てくるいわゆる九条自衛隊明記ですね、これは、元々の九条というのは、もう繰り返し皆さんご覧になっていると思いますが、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する、戦争の放棄ですね。2、全国の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の公選権はこれを認めない、すなわち戦力と公選権を放棄したんですね。で公選権について後でまた詳しくお話にすることになると思いますが、こういう9条の1項2項は今度の自民党でまとめられた改憲素案によると、これについては手をつけない、9条の1項と2項については手をつけない、そこでどうするかというと、今度は9条の2でですね、全条の規定は我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置を取ることを妨げず、そのための実力組織として法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。 2項、自衛隊の行動は法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服する、こうなっているんですが、この9条2の2に、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮官とする、監督者とする自衛隊を保持すると、でこの自衛隊をこのいわゆる自衛隊9条自衛隊明記と言われているんですが、この自衛隊を保持するというような条文を書き込んだ場合、憲法上どういう問題が起こりますか？これはまあ、ね、たくさん問題あると思うんですけども、まず9条の2については、結構いい加減な提案をしたと批判する人もいますけども、私はこれいい加減な提案ではないと思ってまして、で実際に自民党の憲法改正推進本部には衆議院参議院の法制局、それと憲法審査会の事務局の役職者が出席してるんですよね。で内閣法制局と違って議員法制局は、与野党から国会議員から頼まれれば協力しなければいけないので、まあ、協力してるわけですけども、でそういう専門家がこの条文作りに関わってますから、だからそういう意味では非常にこれ巧妙な条文になってると思うんですよね。で例えばその推進本部で配られた資料を見ますと、この全条の規定は妨げずという表現を取れば、全項この9条の例外という解釈も可能になるという説明をしてるんですよね。ということは9条が残っても例外的にこっちが生きていきますよっていう解釈が生まれてくるので、だからそういう意味では、まあ、安倍首相が単に自衛隊の存在を書くだけですよ、今までとは全然変わらないですよっていうのは全く違うというふうに。嘘ですね。嘘ですね、やっぱり、うん、であとは単にこれ自衛隊と書くだけじゃなくて、この前の部分でね、いろいろ説明してるわけで、
例えば必要な自衛の措置ってありますけども、これも自民党の憲法改正推進本部で配られている資料を見ると、この自衛の措置の後に括弧で自衛権って書くんですよね。で、条文では自衛権という表現使ってませんけども、で、自民党はこの必要な自衛の措置で言いたいのは自衛権なんですよね。で、そして2012年の自民党の改憲案の Q&A では、自衛権と表現する場合に、この自衛権には個別的自衛権と集団的自衛権両方入ってますよっていう説明を自民党はするんですよね、うん、ということはこの必要な自衛の措置の中に実は集団的自衛権が入ってるってことなんですよね、うん、でしかもこれ全然限定もしてない、当初は必要最小限度のっていう言葉入れようとしてましたけども、それも落ちちゃったので、ということは自衛隊が、全面的な集団的自衛権行使ができるっていうのがこの9条の2の1項の意味するところなんですよね。と、うん、いうことは2015年戦争法で集団的自衛権が行使できるようになったこの自衛隊を憲法上合憲化するというのが自民党の意図だと思うんですよね。ということはやはりこれまでと大きく自衛隊あるいは日本の9条の政策が変わってしまうということであって、これまでと何も変わらないということはありえないと思いますよね。それこそ国会の答弁録などを見ると、安倍首相のおじいさんにあたる岸信介、総理大臣自身が集団的自衛権の行使はね、現在 の, その憲法の下では、行使はできないと考えておるというような答弁してますよね、そういう従来の積み重ねられた自民党の憲法解釈、それとも違っているわけですね。まあ、それは14年の閣議決定でもう変えてしまったので、うん、でこれまでの積み重ねてきたものを全く変えてしまったのが安倍政権ですよね、うんうん、であとはこの条文巧妙なのは今の自衛隊法の、3条の規定で、自衛隊は我が国の平和と独立を守り国の安全を保つため、という規定があって、自衛隊は国の安全を保つ組織だとしてるんですよね、自衛隊法 で国の安全を保つための組織であれば基本的に自衛隊の活動は国内に限定されるんですけども、2005年2012年改憲案と同様、今回の案でもこの国民の安全を加えたんですよね、新たに。でそうすると国民の安全を保つための組織っていうことは、海外にいる国民の安全を保つために自衛隊が活動できるとなってくるの でこの文言を入れることによって海外派兵、もしやすくなるという効果が出てきますし、で先ほどの国家安全保障会議とも関わってくるんですけども、この内閣の首長たる内閣総理大臣という表現をとっていて、でこれも今の自衛隊法7条では内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有するとしてるんですよね。で内閣を代表してという表現は憲法や内閣法に沿った表現で閣議決定を前提にしてるわけですけども、この内閣を代表してではなくて首長たるという表現を変えるということは、もう閣議決定は前提にしないで総理大臣の判断一つで自衛隊を動かせるっていうふうに読めるんですよね。だからこの会見をやった後におそらく自衛隊法を変えて、もう首相の判断一つで全面的な海外で集団的自衛権行使できる自衛隊を動かすっていうのが自民党の意図ですから、まあ、安倍首相の言うような、説明にやはり騙されてはいけないと思うんですけど、それすごい問題点ですね。すなわち、これは国会 の承認その他の当選に服するとは言っても、事前にね、事前に発動の前に事前に国会の承認を得るという条文にはなってませんから、そうすると、国会は無視する、から国会を選ばれた、他の国 国会から選ばれた内閣総理大臣が任命する、内閣の、ね、構成員、これも無視する。内閣総理大臣の判断一つで、つまりそれこそトランプと安倍さんの、ね、会談の中で決められてしまうと、
というようなことを許す憲法改正なんだと、そういうことですか。そうですね、うん、だこれも国会の承認その他の統制ですから、それこそこのその他に何が入ってくるか分かんないんですよね、うん、ということはこれ国会のコントロール規定じゃなくて国会以外の行政機関で、チェックすればいいという形になりかねないので、うん、だからコントロール規定としてはほとんどこれ意味がないですよね。だから安倍さんはよく言うね、東日本大災大震災の時にね、救助で活躍してくれたあの人たちをね本当に感謝するならば、自衛隊にねを憲法違反のままにしておくことは失礼だというようなね、言い方をするんですけども、ちょっとそれとは違いますね。それはやはりうまくなんですかね、こう国民が考えてる自衛隊像と安倍首相が言ってる自衛隊像は違うっていうかね、国民が考えてるのは、災害派遣専守防衛する自衛隊であって、戦争法の時の世論調査を見ても集団的自衛権を行使する自衛隊には反対なんですよね。でも安倍政権が考えてるこの提案は、そういう災害派遣専守防衛に徹する自衛隊を憲法上明記しましょうっていうんじゃなくて、戦争法で集団的自衛権行使までできるようになった自衛隊を憲法上正当化しようっていうのが意図なんですよね、うん、で実際にはさっき言ったようにこの必要な自衛の措置と書くことによって、限定されてない全面的な集団的自衛権行使が可能になるので、救助の2は戦争法を超えてるんですよね。でそういう意味ではそういう国民のイメージする自衛隊像じゃないものを本当は考えてるんだけども、こうごまかしてやろうとしてるっていう意味でちょっと姑息だとは思いますけどね。そうするとね、大事なことは今まで従来のいわゆる自衛隊が戦力かどうかとか、それから、保安隊以降ずっと備わってきた自衛隊がねが違憲かどうかという論点に頭が縛られているとね、あれを合憲にするだけなんだと、というふうに思ってしまう、そうではなくて、戦争法でもう戦争法自体が憲法違反だとね、歴代の内閣法制局長官も言っていた、戦争法自体もおかしい、そういうふうに言われていた、その戦争法で作られる世界中を動き回ろうとする自衛隊、それを憲法に備うものとして、それからさらにはもっとそれを拡大するものとしてね、この憲法のいわゆる救助自衛隊明記と言われている条項が付け加わってくるんだと、そういうことですね。そうですね、だから戦争法をこの条文によって合憲化しちゃうわけですけども、実際にはこの9条の2の規定は戦争法を超えて、戦争法は限定的な集団的自衛権行使ですけども、こっちの条文は限定しませんから、戦争法を超えるような、憲法を作っちゃうんですよね。だからこの改憲が成功すれば当然戦争法なども変えて、法律上も全面的な集団的自衛権行使ができるようにしてくると思いますよね、そうすると自衛隊員をね大事にするためにと言いながらですよ、言いながら、アメリカがね思う自衛隊はあそこに行けという危険な戦地ね、そこへ自衛隊員を追いやると、それに、抵抗をするね、自衛隊員をもっと自衛隊法もね刑罰も強化して、軍法改憲のようなものを設けて、無理やりねそういうところに行かせると、だから本当に自衛隊員のことを考えていたらこのようなことはできないんだよと思いますよね。でやはり改憲派の考えはなんとかその自衛隊を軍隊にしたいわけですから、で軍隊にするにはやはりそういう全面的な何ですかね集団的自衛権行使に限らず組織としても軍法会議を置いたり罰則強化しなければいけないわけですけども、現に2012年の改憲案では、そういう発想があるわけですから、でだから、まずはこの改憲、自民党なんかは、可憲という表現をしてますけども、
まあ、これをやった後でさらにもう一回全面的な会見をしてくるんだろうというふうに思いますけど、それはやっぱり大変なことで、そういうふうになれば、海外派兵、禁止や専守防衛と言っていた、あるいは集団的自衛権行使というのは全部捨て去ってしまう、しかもですね、この、日本会議の理論家の書いている、論文なんかを見ると、そうこういうやり方によって今のね、その憲法9条1項2項を大事に思っている人たちの気持ちはそのままにしながら、この憲法改正が可能になるんだという戦略論を言っていますよね。一つね、ちょっと私最近関心を持っているこの憲法論で事項があるんですけども、今まで言われてきた中で、この国の公選権ということについてね、憲法の学説でいろいろ調べてみると、ただ戦争をやる権利 とではなくて、戦争をやった時に相手国の兵士を、殺す、傷つける、そのことがあっても、戦争をやっている場合にはそれが、犯罪にならない、戦争犯罪にならない、あるいは国内の犯罪にならない、これをもって公選権というんだという解説が、憲法の方には出てますよね、教科書には。で、そうするとこの9条の2を加えることによって、その公選権、すなわち今までは相手国の兵士を鉄砲撃ったらね、それが犯罪になったのが、犯罪になりますよというのが国の公選権を放棄したわけですけども、それが今度はこれによってこれも否定してしまうわけですか。まあ、そうなると思いますね。学会ではその公選権は今言われた単に戦う権利という考え方もあれば、国際法上認められた敵基地の攻撃や臨権打法という、そういうことをするというふうに考える学説もありますし、で両者含まれますよという 学説もありますけども、まあ、一般的には学会でも政府の解釈でも、この公選権というのは国際法上認められた権利というふうに解釈してきて、で歴代の政府はそういうことは日本はできませんよと言ってきたわけですよね。でもやはりこの9条の2を加えることによって、もう事実上この9条はあっても、その9条は意味がないって形にすると思うんですよね。つまり必要な自衛の措置を取ることを妨げです。全条の、全条の規定はね、つまり9条1項2項はこの9条の2以下を妨げないんだ、だからこちらが優先しちゃうんですね。でそれは法学一般の公法優先の原則からすれば、後にできた法の方が優先しますので、まあ、一見すると9条特に2項と9条の2は矛盾しているようには普通見えるんですけども、後からできた方が優先するということは、先ほど言った憲法改正推進本部で加えた資料を見せてもね、こっちは例外だっていうふうに考えるわけですから、ということは条文は残ってもほとんどこれは無意味化していく、空文化していくと思うので、だから従来考えていた、公選権の考え方も変わっていくと思いますよね。そうですね、そうすると今言った中で、まあ、一つ専門用語が出てきたんで解説しておきたいんですけども、法律の、まあ、法源と言っていいと思うんですね。公法は前法に優先すると、同じ事項について、立てた規範はですね、新しく立てた規範が前の規範を否定すると、そういうことですね。でそれは確かに、人間の社会がね、こう だんだん積み重なっていって、前はあるところでね、タバコが吸えたのは そこで法律で禁止されるということになれば、その規制ができなくなるというふうに前後の規範が否定していくわけですね。まあ、一応それは規範というのはその時々の社会で決めていくわけだから、確かに新しく進歩していくことに前の、規範を否定していくことになるという原則がありますよね。そうするとその考え方を持ってくると、1項2項があるか、9条1項2項があるからいいじゃないかと、大丈夫だよというふうに思わせておきながら、実際は
9条の2の自衛隊が集団的自衛権も行使できるし、専守防衛も否定するし、戦争法もやるしというふうに生きてきてしまう、ということですよね。そうですね。うん、だから、まあ、やはりね、向こうはこう加減っていう言い方しますけども、で実際には特に二項が空分化私分化していくので、この提案はやはり加減ではなくて改憲といった方がいいと思うんですよね。そうですね。加減という表現に騙されてはいけないと思うんですけども。なるほどね。じゃあここではやっぱり、緊急事態条項といい、9条2項、自衛隊、明記といい、やっぱり相当大変なことがこの2018年3月の、自民、改憲案のね、素案まとめには入っているということになると思うんですが、さて、この本にもね、言及されているんですけども、その何か運動をやる側に疲れも出てきているというような表現をされているんですが、実際僕も清水さんにも、公園に、2回ほど来ていただいた、国分寺市民連合というところでやってるんですけどね、やっぱりね、一つはメンバーが高齢化して、一部が何て言いますか、運動の世界からね、引退したりリタイアしたり、それから病気になったりとかね、ということがあってですね、実際にある。それから駅頭で、国分寺の駅頭でこう演説していてもですね、スーッと目の前をね、人が通り過ぎていくっていうのを何回も経験してるとね、まあこれはちょっとどうなのかなというふうに思ったりするわけですよ。そういう時に今この時期ね、特にそれはやっぱり2015年の戦争法の時のね、盛り上がりが最大の高揚があったじゃないですか。でシールズなども出てきてね、そういう中で今を迎えていると。で一方で安倍さんも最近顔を見ると疲れた顔してるんだけど、両方は疲れてる、そういう中でどういうねことを考えていって、いやいやそう簡単にはね、この憲法が作られたね、その日本で300万人以上が亡くなって、アジア各国ではね1700万人の人も命を日本軍によって失わされてると、という歴史を背負って考えるとですよ、今どのように考え方を組み立て直してね、安倍さんのやってくる改憲について対抗していくべきかと、その辺についてはいかがでしょうか。まあ、これはやはり速攻薬はないと思うんですけども、やはり運動隊も含めて疲れちゃってるのは、まあ、戦っても戦ってもなかなか安倍政権倒れないってこともありますし、で一方でその戦う側がなかなかやっぱりまとまらないわけですよね。で選挙やってもちょっとは自民党の議席減らすことはできても、野党で政権取れるほどの力はないわけであって、でこれは私自身はやはりこう戦後の日本の左翼とかリベラルの欠点は、対立し分裂しお互い批判し合ってどんどんちっちゃくなってるのに、自分たちがマイノリティだという自覚が足りないと思うんですよね。で自民党の強さはやはり権力取るために大同団結ができるんですよね。でもリベラル左翼はそれができないから、ずっとその野党の地位にいて、でやはりそれをもう克服していかないと展望は開けないと思うんですよね。だからすなわちその政党についてもそうだし、一つの政党になる必要はありませんけども、例えばこの前の参議院選挙でも1人区は統一候補を実現しましたけど、複数区はほとんど調整しないんですよね。でそうするといくつかの複数区でやはり野党が負ける共倒するわけですよね。でだから、まあ、もっとその選挙協力、しっかりやる、あるいは、まあ、今立憲国民社民、なんかでこう一つにまとまろうという動きがありますけども、まあ、ああいうのもやはり早くまとまった方がいいと思うんですけども、でそれやんなきゃいけないし、であとはこの間私が言ってるのは市民と野党の共闘ではなくて、労組と市民と野党の共闘という言い方をしてきたんですけども、
で、労働組合ね、労働組合ですね、はい、でそれはあの16年参議院選挙の野党統一候補が実現したのはやはり14年12月に、総がかり行動実行委員会が結成されたことが大きいんですよね。で総がかり行動は、2014年3月に結成された日教総自治労などからなるあの平和フォーラムというその旧総評系の運動を引き継いだ団体が中心になって作った戦争させない専任会がこれ一つですね。でそこの私事務局長代行やってますけども、でもう一つは14年5月に結成された毎年日比谷公会堂に共産社民のトップを呼んで憲法集会やってきた高田健さんたち市民団体、100を超える市民団体が作った、解釈で憲法9条を壊すな実行委員会で、もう一つは14年5月に、共産党全労連民政などからなる組織で誕生した憲法共同センターというこの3つが、14年12月に一つにまとまったのがやっぱり大きいんですよね。まあ、要するにあの80年代に残念ながら連合全労連全労協と労働運動が分裂して、で 組合による平和運動も分裂したのがずっと続いてきたわけですけども、でまたその平和フォーラムは主にその連合所属の労働組合から成り立ってますので、そういう連合系の労組と全労連が一緒にやることになったし、でそこに市民も加わって一緒になるというやるという体制ができたわけですよね。でこれができたので、まあ、従来、まあ、中央という表現はあまりしたくありませんが、東京の5月3日の憲法集会は、さっき言った日比谷公会堂の集会と平和フォーラムの独自集会で分裂していたわけですけども、15年5月3日から統一集会が実現するんですよね。で統一集会が実現するということは、その集会に共産社民党だけじゃなくて民主党が参加するんですよね。でだから15年5月3日に民主党も参加して憲法集会やった。でただあの時残念だったのは、あの国会議員の人たちが最後に手をつなごうということになったのに、共産党の C さんが手を差し伸べたのに民主党の長妻さん手をつながなかったんですよで、あるいはあの15年5月に会計問題対策法律家6団体という法律家団体と民主党の枝野幹事長と意見交換する時があって、で私からは枝野幹事長に、毎週木曜日に総がかり行動実行委員会で議員開会前行動を始めたんでね、ぜひ民主党の国会議員参加してほしいと要請したら、枝野さんって大変素直で正直な方で、あれはうるさくて迷惑だったんですよね。でしかしその後長妻さんも枝野さんも総がかりの集会に参加するようになって、で共産党の国会議員とも手をつなぐようになったんですよね。やはりそれができたのは総がかり行動実行委員会という運動の土台ができたからなんですよね。でそれができたから共産党も民主党も一緒にやるという枠組みができたので、それが16年参議院選挙の1人区の、統一候補につながったわけですよね。だからそういう意味ではやはり、総がかり行動実行委員会ができたっていうことが非常に運動上大きかった。でこれは組織されてない労働者市民にとっても3つバラバラでやってたらどれに参加していいかわからないですけども、一緒にやるから参加しやすくなったわけで、まあ、だから15年8月30日の国会周辺12万人行動にもつながるわけですよね。でそれを考えた場合に、一応まあ中央はそういう運動の土台ができたんですけれども、結局日本のそういう運動の弱さは、まだまだまとまりきれてないんですよね。で特に都道府県単位それぞれこう地域の事情があって、で例えば埼玉はオール埼玉行動をやっていて、あそこは連合埼玉も、再労連全労連系の再労連も一緒にやるんですけれども、まあ、1都3県見た場合に東京神奈川千葉は、都道府県単位の大きな集会はできないんですよ共闘が。でそれは要するに連合系労組と、全労連、がうまくいってないんですよね。で都道府県単位の大きな集会やろうと思ったら市民団体だけではできないんですよ。でやはり都道府県単位のフェアフォーラムや憲法共同センターが動かないとね、
大きな運動ってできないんですけども、で都道府県によってはそういう形で、これまでの経緯があって一緒にまだできないところがあるんですよね。でもそこが一緒になればやはり、野党共闘も強固なものになるわけであって、だから連合系と全労連系でねうまくいってないところであればね、その間に市民や私たちのような研究者、弁護士といった法律家がね間に入って接着剤の役割をしてほしいんですよね。でそういう形で労組と市民の共闘が都道府県単位でできればそこに政党も入ってくるんで、そういう形で労組と市民と野党の共闘がちゃんとできればね自民党に勝てるはずなんですよね。で残念ながらそれがまだ全国各地くまなくできてないので、自民党に負けてる。でだから今後の課題は都道府県、特に都道府県単位でまだそういう総掛かりの体制ができてないところで早く総掛かりの体制を作るってことだし、で労組がいがみ合ってればね市民がやはりその間に入って接着剤の役割を果たしてほしいと思うんですけどね。つまり長い長い、減税金運動などにおける、対立もあり、労働組合の総合系全労連携の連合系、全労連携の、対立というか、違う世界ができちゃってるみたいな、そこをやっぱり東京ではだんだんにそれがこうできてきたのを、例えば埼玉なんかそれによってそういうオール埼玉の体制があることによって、県知事選勝てましたからね、接戦でしたけどね、東京はさっき言ったように中央っていう表現使えば共闘はできてるんですけども、東京っていう地域での共闘はできてないですよね。都知事選なんていうのはまだね、勝つ実績が、まだないわけですし、だからそういう意味では今言ったような労働組合のことをきちんと頭に置いた労働組合って何より一つの恒常的な組織ですからね、その蓄積がありますね、これまでそのテーマで集まった組織ではなくて恒常的に要求で団結してるわけだから、そういうことに目をやってそれを、全国各地に広げていけば、で しかもその目はあるという、でその中に、我々法律家やね研究者の方々それから市民の運動の方々が入って接着剤になっていくというようなことをやればですね、つい最近も私の近くのルネ小平というところではね、西東京それから国分寺小平っていう、地域でルネ小平1800人、前川さん呼んでね、1800人集まって各政党も来てですね、非常に盛り上がったんですよね。これだけの力がやっぱりあるということをね、こう自分たちも力にできるし、決して安倍さんのようなね、今桜を見る会などで非常にこうあるいは、高校のね共通テストの問題なんかで非常になんていうか政治って汚れ切ってるよなっていうだけでね、そこから離れちゃうんじゃなくて希望というものをね、語っていくことができるんじゃないかということで、今日は非常に貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。